ティモンディのベースボール TV。 ティモンディのベースボール TV 始まりました。さあ、今からですね、さまざまなお便りの方というかメッセージの方がちょっと届いているみたいなので、結構届いてるんですよね。結構届いてます。ちょっと前田さんに読んでいただいて、はい、お二人に答えていただくというコーナーを作りました。はい、ティモンディさん、はじめまして。いおりと言います。いつもテレビで拝見させていただき、元気に、本当に元気もらっています。私は高校2年生の女子でハンドボールをやっています。私の部活は全員が未経験者の中、去年県の新人戦でベスト8まで上り詰めることができました。すごいね。そして4月に今まで部活で目標としてきた関東大会出場の予選があり、今出場に向けてチーム一丸となって頑張っています。他のベスト8のチームは経験者揃いで、そんな中自分たちのチームが本当に関東に行けるのかとても不安です。関東大会に行きたい気持ちは他のどのチームよりも負けない自信があります。私の部活のチームカラーがオレンジで、チームの目標がプラス思考です。なので高岸さんをテレビで初めて見た時に何かすごく運命を感じました。笑い、これ笑い大事ですね。なのでティモンディのお二方に応援されたら絶対関東大会に行けると思います。どうか応援よろしくお願いしますと。ハゲリです。大事なことはベストを尽くすこと。一人でできるスポーツではありません。みんなと心を一つに全力でぶつかれば、負けようが勝とうがその試合は優勝です。だからあなたたちのプレーでオレンジパワープラス思考でみんなに元気の与える試合をしてください。応援してます。いおりさんならやればできる。あれだ、はじめまして。僕の名前は吉野。いつもティモンディさんのベースボール TV を楽しく拝見させてもらっています。この春専門学校を卒業して社会人になります。自分も高校まで野球をやっていました。高岸さんは無人島の企画や体育会 TV でのファインプレー、プロ野球選手との体験を拝見しました。話は変わりますが、僕は真面目で一生懸命であるあまり周りが見えなくなるという短所があります。自分でも短所に気づいて周りに気を配るようにしています。ここでお二人に質問です。普段の生活で一番気をつけていることは何ですか？ありましたら教えてください。おやりです。僕がいつもこう全力とか本気っていうのは 120% ということではなくて、人それぞれのベストの力の配分、自分の意識はそれぞれ違うと思います。だから自分が一番余裕も持てて、その中でいろんなパフォーマンスを出せるベストのペースをまずは見つけてください。これ今ちなみにこの収録は何パーで言ってくれてるんですか？3000です。すげえな。ちなみに高岸は普段の生活で気をつけてることって一体何なの？ベストを尽くすこと。高岸のベストを叩くこと。毎春毎春の高岸の成長を意識してやってます。吉野さんならやればできる。あれだ、ティモンディの方々、はじめまして、サチと申します。いつも YouTube やテレビで元気をいただいております。ありがとうございます。厚かましくも応援依頼のメールを送らせていただきました。長文になりますがお許しください。私は以前中度のうつ病、パニック障害、軽度の摂食障害を併発しました。絶望的な気分の毎日を送る中、私を支えてくれたのは交際相手と野球、読書、そしてティモンディのお二方でした。病状が最もひどかった頃と比較すると徐々に回復し、実家で療養しながらアルバイトができるようになりました。すごい。そして集中力と意欲が高まってきた現在、学生時代から夢である小説家を目指し、アルバイトの傍ら創作活動をしています。険しい道に足を踏み入れているよう、
険しい道に足を踏み入れようとしているわけですが、活を入れるという意味でも夢を追う勇気を失わないように応援してもらいたく存じますと。厚かましいお願いですが、何よろしくお願いします。おめでとうです。こんだけの困難をくぐり抜けて乗り越えてきたパワーがあれば、もうこれから何だって大丈夫ですよ。僕らほんと聞いて勇気もらいましたよ、ね、今のあなたの素敵なままでこれからも周りに勇気を与えてください。あなたならできるはずだ。サチさんならやればできる。あれだ、いきます。前田さん&高岸さん、はじめまして。私の名前はナナコと言います。いつもテレビや YouTube で拝見しています。もちろんお二人とも好きなんですが、私は前田さんが特に好きです。そんな大好きなお二人に相談があります。私は4月から高校生になります。また下宿することになったのですが、自分がちゃんと生活していけるか不安です。そこで寮生活をしていたお二人にぜひアドバイスをしていただきたいです。私を応援してほしいです。よろしくお願いしますと。いや、最初読んだ時、前田さん&高岸さんっていう僕の名前が最初に来ることってあるんですよ、なかなか。こういうパターンもあるんだなって。そういう意味ではちょっとまあ、変わってるというかまあでも結局一人暮らしって言いますけど、まあその親の元から離れてると親もめちゃくちゃ心配してるし、不安とか寂しい気持ちがあったとしても別に一人だけじゃないよっていうのはちょっと言ってあげたいなと思いますね。だからやっぱ地元帰った時にみんな喜んでくれたり、親もやっぱり一番喜んでくれると思うんで、まあなんか絶対寂しかったり不安になることってあるから、その気持ちって自分だけのものじゃないよっていうのはまあ分かってもらえたらなと思います。七子さんならやればできる。あれだ、前田さん、高岸さん、こんにちは。ゆうきと言います。信じられないくらい明るくて素敵な高岸さんと、落ち着いているけど心がまっすぐなんだなと見ていて感じる前田さん、そんなお二人のことが大好きです。最近何をしていても元気が出ません。大好きだった彼氏に振られてしまったからです。自分が半分なくなってしまった気持ちです。いつもは元気をもらっている高岸さんのやればできるというセリフも、今の私はそんなこと言ってもやってもどうにもならないこともあるんだよ、ネガティブになってしまいます。こちらが頑張っていても一度離れてしまった人の心に戻ることはないと思います。自分ではどうしようもないことと対面したときはどうやって乗り切ったらいいですか、教えてくださいと。ありがとうございます。もう一番大事なのはベストを尽くすっていうことなんだけど、僕の言うやればできるっていうのは結果を見てのやればできるじゃなくて、やればできるんだという精神で頑張ればより前向きにパワーも出てくるよっていうことなので、まずはこれはお伝えしたいということなんで、もう自分のやることはやったんだよね。じゃあ大将、君は金メダルだ。僕に関して言うと、まあそれこそ何回かお付き合いさせていただいたことがあって、それがダメになっちゃった。でまあ結局いつか、まあこれはもうちょっとあんまり人生観なんで、まあ、シュッとしたいですけど結局最終的には一人で死んじゃうんで、まあ短かろうが長かろうが自分の人生一緒に走ってくれた人っていう意味では、まあ今後先にまた並走してくれる人も現れるかもしんないし、ここは分からないんで、今は楽しく、で別れちゃった時に落ち込むけど、まあ別にここがスタンダードだからって思っとけばいいみたいなところはあります。で高校の時にお付き合いした方とかはもう遠距離になって離れちゃったり、じゃあその時どうやって立ち直ろうっていうか、立ち直ったというか、うん、いやもう本当に感謝しかないの。一緒にいたからこそ成長できたり、知らないこと知ったこともあるんで、だからもう成長させてくれてありがとう、頑張るよって鼓舞されたようなお別れでしたねゆうきさん、まずはその全ての経験に感謝をして、自分自身の改善や成長しながら次も素敵なあなたのままで楽しくいきましょう。
ゆうきさんならやればできる。あうわ、マフさん、前田さん、高岸さん、はじめまして、こんばんは。お二人に応援してほしい人募集と書いてあったのでメールを送らせていただきました。私は今なりたい職業があり、それに向かって勉強しています。夢を諦めることは絶対にしたくないのですが、うまくいかないかなと思うことがあります。お二人から応援の言葉をいただいたら、もう一度頑張ろうという気持ちになれるので、一言でいいです、応援の言葉をください。ちなみにお二人は壁にぶつかって落ち込んだ時はどうしていますか？答えてくれると嬉しいです。OK です。まあ、僕らも本当に達してないことの連続なんですけど、まあ、そういう時は僕自身は、まあ、結局自分が自分に応援してあげないとな、というか結局自分自身を自分が甘やかしてあげないと世の中が結構きついというか、まあ、本当甘やかしてくれる人がいたら別にいいんですけど、まあ、その世の中無知ばっかりで結構しんどいっていうのものはあると思うんで、たくさん飴をちょっと自分自身にあげてあげないとちょっと頑張れないかなって思う瞬間はあるから、まあ自分自身が自分の一番の味方になってあげたら、まあ、もうちょっと頑張れたりする時が来るんじゃないかなと。うまくいかなかったら一つ経験ありがとう、もうこれを糧に次は成長することは分かってるから。大事なのは失敗しないことじゃなくて、失敗しても立ち上がることだと思って、もうチャレンジをしなければ成功も失敗も成長もないから、何よりも挑んだことはもう本当に素敵なことなんで、これからも楽しくチャレンジでいってほしい。マークさん、あなたのチャレンジがあなた自身を成長させますよ。これからも楽しくいこうね。マークさんならやればできる。収録始まるとき高岸子3000で望んでくれてたよね。パーセント、はい、勇気もらって今、はい、いくら？3000です。ピシャピシャのままでした。それでは、このように、もしなんか悩んでたり、なんかこうアドバイスとか前向きになれる一言欲しいなみたいな方がいらっしゃれば、メールアドレスの方に、メールをくだされば、僕らはまあそれなりに、まあ、全然面白いことを言ってるかどうか別として何かこう一言言えるので、ぜひ、メールアドレス、メールの方、そしてチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。みんなならやればできる。